D も皆さんこんにちは。さ、クヤです。あのね、今撮ってる時間っていうのがあってね、なんとね、朝の3時半なんだよねもうおかしいよね。実況撮る時間おかしいのよ。だいたいさ、なんか休みの日の朝とかだったらわかるんだけどさ、もう起きてすぐよ。起きてすぐ、避けるチーズ2つ食べてもうすぐに取っちゃってんのよ。あの、早起きしたらさ、なんか心の余裕できないねえ。朝だから路列も回ってないんだけど、なんか早起きしたらさ、なんかあの心の余裕できてさ、6時ぐらいに近づいてきたらちょっと焦ってくるんだよね。はい、ということで、やっていきたいと思うんだけど、今回ね、このゲームやるんだけど、広告ね、広告詐欺じゃねえや、なんだっけ、広告詐欺か。広告詐欺のね、おとぎをやるんだけど、久々だね。てか、そもそも俺の動画が久々だね。うん。みんな久々。もうなんか毎回久々になってきる気がするんだけど。挨拶にもさ、久々っていう言葉がさ、もうスタンダードになってきちゃってるのがちょっと怖いんだけど。でね、なんでね、急にこのゲームをまたやり出すかっていうとね、あの、前回やったのがね、あの、1ヶ月前とかだったのかな。めっちゃ日が経つの早いんだけど、あの、今回なんでやるかっていうと、なんとね、あの、赤いワンワンの音源が、あの、まあ、使用されているということで、今回ね、そちらのおとげをね、やっていきたいと思うんだけど、あの、赤いワンワンね、赤い、もうこの呼び方でいいのかな？なんか名前呼んじゃいけないみたいなのが確かあった気がするから、もう、あの、なかなかこうね、触れづらいところではあるんだけど、頑張って触れていきたいと思います。でね、今流れてるね、音楽がね、ちょうどね、NB Baby なんだよね。来たかとうとう。全然更新してなかったからさ、このニューの曲がめちゃめちゃこうやってね、出てきてるんだけど、このね、赤い犬のワンワン、赤い犬のワンワン、赤い犬の、いちごの王子様のワンワンが、の音源なんで、今回ね、遊んでいきたいと思います。行きましょうか、NB Baby。今聞こえてたんだけど、さあやっていこうか。で、NB Baby に合わせてね、なんだっけ、ディノダークみたいな名前のやつ、なんだっけ、ディノ悲願っていうのでやっていこうかなと思います。スコア 20% アップですね。はい、もうね、もうおしゃれだよね、後ろの画面が。なんか開幕みたいな。さあ、来ると。来た！発音いいな、めちゃめちゃやっぱ。久々聞いたけどね、この赤いワンワンの音源の方は、久々聞いたんだけど、めちゃめちゃ発音良かった。で、レレレレレレ。いや、曲がいいんだよな、まず。いや、まず触れさせて。曲がめちゃめちゃ最高なのよ、この NB Baby って曲。本当に、めっちゃ最高。あのね、でもね、もうちょっとね、音源選べたらね、俺的には嬉しいんだけどね。はい。はい、お上手ですね。いやいや、相変わらず。愛も変わらずお上手です。とりあえずやってキーのして。あ、そんな難しくないぞ。なんか劇って結構難しい方のね、今回なんて、はい、It's amazing! ラララ、あられですって。ごめんね、なんかせっかく音源流れてるのにさ、俺が歌っちゃって台無しになっちゃってないかな。別にバカにしてるわけじゃないよ、全然。うん、なんか、俺のさ、発言でめちゃめちゃ、あ復活するか、クリアまで 33% か。なんだこれ。Can you do beta? 何これ。野球？野球？なんか、おっそ玉。おっそ。ワリオのおならみたいになってんだけど。何それ？ピエンにしてよ、せめて。何このゲーム？はい、でね、俺のね、発言でね、誤解を生んでしまう可能性がね、もしかしたらあるかもしんないんですけど、そういうわけじゃないですね。なんだろう、俺、この子のこと、好きだからって言おうとしたんだけど、そしたら、やられちゃったな、復活するか。なんだこれ？お住まいの地域？これ、どこ？あ、やばいわ、俺の剣だわ、これ。はい、やっていこうか。いや、めちゃめちゃやられちゃうな。ごめんね、ちょっと。じゃ、まあ、って、そうだ。NB Baby ってそもそも曲が短いんだったわ。いくよ。It is never baby crazy. でで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 。ドゥレンデッテンデデデデン。いいね。あ、劇にしてはやっぱ短いから簡単だったね、意外と。あ、歯が気持ち悪い。何これ？どの曲を聴きたい？ユニティは別に聴きたくなかった。夜にかけるにしてよかったわ。欲しかったな。でれでれで、音質悪。はい、思った以上にね、早くクリアできちゃったんで、別のやつにする？まだね、解放してないんだけど、ときめきブローカーとかもあんのよ。どうしようかな。でも、鬼なんだよな、ときめきブローカー。なんか、さすがに、きつい気もするな、ときめきブローカーね。いやー、今回、ほんじゃね、ダーリンダンス、これも劇なんでやっていこうかなと思います。
広告流れちゃうんだよね。これ何これ、コーラ、弱食料ごちそうだな、これ。絶対飲んだら弱食料の味するよ。何してんのこれ。もう魔女のさ、ねるねるねるねみたいな色してんのよ。何これ、何が合格、あ、同じ色に染めろってことか。これ面白い？さあ、このね、ロンリーロンリーじゃないや、なんだっけ、ダーリンダンスか。ロンリーロンリーって前回の、あれが混ざったな、エンビーベビーが。これもおそらくね、なんだっけ。赤いワンワンの、赤いワンワンの音源だと思うんで頑張っていきたいと思います。来るよね。ここまでまだわかんないっていうね。てん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 。いや、なんかこの曲もめちゃめちゃ俺好きなんだよね。てけ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 。今頃追加っていうのがやばいけどね、なんか。ちょっと時代っつうのかな、なんか、追加された。あ、違うじゃん、別の方の音源だった、これ。赤いワンワンじゃなかった。はい、ということで、前回のね、ダーリンダンスの音源がね、赤いワンワンじゃなかったんで、今回の動画の趣旨とずれてしまうということで、めちゃめちゃ難しいモードのときめきブローカーでいきたいと思います。俺の音源だったら。あ、そうだよね。赤いワンワン、よかった、よかった。今回のね、趣旨とずれちゃうからね。俺の音源だったらめっちゃね、ちょっと、すごいあれだったんだけど。めちゃめちゃ嬉しかったんだけど。さあ、いいね。やっぱ曲が最高すぎるんだよな。もうちょっと、追加するタイミング早くしてくれたらね、俺もね、もっと早く、あれできたんだけど。あ、出た。おしんみに悩み聞いてくれる一途な男ですか？え、ちょっと待って。ここのさ、なんで言葉に合わせんのこれ。よくわからなくない？なんで言葉に合わせんのか、俺はね、ちょっと謎に臭いなんだけど。謎に臭いっていうのはあれね、日清カップヌードルの。なんで俺このゲームでやるときさ、めちゃめちゃ早口でさ、なんかテンション上がってんの。割りたいって聞き飽きたよ。背中、あ、いい、悪いとこ出ました。実況者の悪いとこ出ました。なんか音楽に合わせて歌ってたら、なんとか実況できてる。ダメ。あ、いい、かわいい。かわいい。ダメだな、これ。ダメじゃん。大丈夫。プリーズがめっちゃいやらしい。プリーズがめちゃめちゃいやらしいんだけど。でも、意外といけてるぞ。キラーな食っちゃう後ろに、あ、確かに俺もね、なんか、俺に言われてる気がするな。なんか後ろ髪確かに、ずっと聞いてないかもしんない。さあ、バイバイゲン、いいよ？え、やばくない？あ、ここが難しいわ、絶対。ちょっと待って、やばい。てて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 てれれれれ、てるりてるりてるりてる。やばいやばい、ちょっと、あ、いけてる？え、待って。やばくない？え、すごくない？俺。なんか、うまくない？マジで。理想の彼、俺男だけど。あ、なにこれ。え、クリアまで 29% だ。ちょっと、ここ見ていい？キングダム？クッキーランの海の力を見せて。おー、すげえ。なに？あれ、クッキーランってこんなゲームだっけ？なんか走るゲームじゃないの？ライラック味のクッキー、どんな味？さあ、やっていこうか。いきなりちょっと、大丈夫。あ、よし、オッケー、大丈夫だった。体育は、あ、ね、なんね、ごめんね、ちょっと音源がね、聞こえづらいと思うんだけどね。大丈夫かな？すごいさ、なんか反復横跳びが多いからさ、確かに俺は反復横跳びね、得意って言ったんだけどさ、過去のね、初めて実況したホラーゲームみたいな感じで。はい、ということで。やられちゃったんで復活しようか。超難しい。なにこれ？あれ？これボカロ曲じゃないの？大丈夫？なんかクジラ P さん？クジラ P さんの曲じゃない？これ知らないけど。あ、間違ってたら申し訳ないな。で、なんか曲に合ってる？このゲーム。諦めんなよ。さあ、やっていこうか。後ろ音源流れてるね。しっかり。後ろ音源流れてるってなんだよ。なんでやられちゃうのそこで。14% 残る。コードスパークアカデミー。何これ聞いたことないぞ。3000万人の子供って、問題解決？え、3000万人以上の子供が問題ってこと？大丈夫？それ。なんか、その世の中、そんな世の中俺聞いてないんだけど。3000万人の以上の子供が、なんか異常を抱えてると。ワンスパークアカデミーで？何？子供たちの見返り、本当に変わる？ゲームで変わるか？ゲーム、プロゲーマーみんな、3000万人以上の子供をプロゲーマーにするつもりか、お前は。はい、ということで頑張っていきましょう。ハリセンボン。いや、ここはいける。イントロはね、さっきクリアしたんだけどな。なんか全然喋らせてくれないんだけど。さあ、頑張っていこう。めっちゃね、やられちゃうんだけど。え、待って。嘘でしょ？なんかもう、始まって1秒も経ってないんだけど。なんかもう広告実況みたいになっちゃうからやめて。あ、すごい！なにこれ？え、すごいな、これ。ダウンロードしてみようかな。普通にすごいんだけど。え、かっこいい。どこがかっこいいの？あります。いける。これならいける。なんで？なんで？
なんか1秒ごとにやられちゃってんだけど。はい、頑張っていきましょう。今パンつったな。今パンつったよね。なんかコンボ数1になってんだけど。頑張っていきましょう。いや、次こそやられたくないな。いや、これね、狭いんだよ、感覚が。だから。もう広告実況しません。さすがに。あ、刺して。うん。この笑顔100点。あ、これ悲しくなるやつじゃん。なんか子供の頃から大人になってて、なんかだんだんおばあちゃん、ここまでにしとって。ここまでにして。ダメダメダメ。廊下はダメ。廊下はダメ。でも美人めちゃめちゃ。頑張れ。頑張れ。俺ならいける。あとね。あ、待って。でも、ここなら。いける？よし！よしじゃないんだけどさ。めちゃめちゃ見せたらよしじゃないんだけど、海の力を見せてあげましょう。一回見たからもう大丈夫です。はい、星さん取ることができました。いやね、めっちゃ難しかったね。ときめきブローカーがえぐいぐらい難しかったんだけど、感想としてはね、赤いワンワン可愛かった。